皆さんこんにちは。今日の動物です。笑顔で多くの人に愛されていますが、絶対触ってはいけない動物を知っていますか？今日紹介する動物は世界一幸せな動物クオッカです。世界一幸せな動物として知られるクオッカは、オーストラリアのロットネスト島に生息する動物である。ロットネスト島の名前はオランダ語でネズミの巣という意味だ。1696年にクオッカを初めて見たオランダの探検家がクオッカをネズミと勘違いして島の名前を付けたからだ。クオッカの外見はモルモットやプレーリードッグに似ているため、ゲッシメと誤解されることもあるが、カンガルー科に属する有袋類である。カンガルーのように両足で移動し、赤ちゃんを産むと7ヶ月間母親の育児の腕育て、一緒に移動する姿が見られる。クオッカは荒れ地や湿原に生息し、群れをなしてトンネル状の通路を作って生活する。主に木の葉や芝生を食べる草食動物である。ロットネスト島にはクオッカが飲める水が少なく、ほとんど木の葉を食べながら水分を補給するが、お菓子や人が食べる食べ物を与えると脱水と栄養失調を誘発する恐れがあるため、オーストラリア政府は観光客がクオッカに餌を与えないようにしている。クオッカは口が笑っているように見え、世界一幸せな動物と呼ばれており、好奇心旺盛な動物なので人に先に近づいてくることが多い。でもクオッカを見て絶対触ったり食べ物をあげたらダメなんだけど、クオッカに触れると300ドルの罰金が課せられるからだ。オーストラリアでクオッカを触らせることができない理由は、クオッカが絶滅危惧種だからですが、インスタグラムでクオッカと一緒に撮った写真が流行し、多くの観光客がクオッカを見にロットネスト島を訪れるようになり、問題が生じる。観光客が夜行性のクオッカを昼間にわざと起こして写真を撮ったり、クオッカを蹴って燃やすというひどい虐待が発生した後、オーストラリア政府はクオッカを守るために罰金を課すことになった。それでクオッカは世界一幸せな動物以外に笑いながら近づいてくる罰金、またはオーストラリア国税庁職員とも呼ばれる。でもクオッカが近づいてきて触るのは構わないので、写真だけ撮れば問題ない。オーストラリアの観光サイトでもクオッカと写真の撮り方を各国の言語に翻訳されているので、クオッカを見に行くならぜひ読んでみるのがいい。オーストラリア以外にクオッカを見ることができるのは世界で日本だけであることを知っていますか？2020年から埼玉県子ども動物自然公園でクオッカを飼育しているので、オーストラリアまで行かなくてもクオッカに出会える。今日は世界一幸せな動物クオッカについて紹介しました。次に紹介する動物も期待してください。